ベイリー・ターナーは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手である。身長206センチメートル、ポジションはパワーフォワード。テキサス州、ヒューストン出身。テキサス A&M 大学卒業後プロ選手となり、キプロス、オーストラリア、日本、ハンガリーでプレーした。ヒューストンのサウスパークに生まれたターナーには、父親がおらず、 病気を抱えた母の下で育ったが、幼少期は喧嘩や暴力、不登校など様々な問題を抱えていた。そんな彼の父親代わりとなったのが、サウスパークでバスケットボールスクールを開いていたキースペリーであった。ターナーはバスケットボールと出会うことで立ち直り、大学バスケットボール会を目指すようになった。ターナーはサウスパークのジェシー・エイチ・ジョーンズ高校に入学し、 一年目の2007から08シーズンに試合平均平均16.0得点、9.5リバウンド、4.5ブロックショットを記録した。翌2008から09シーズンには、同16.5得点を記録して、地区の MVP を獲得。地区代表、州代表にも選ばれた。また、テキサス州高校コーチ連盟のオールスターゲームにも参加し、 ターナーのチームは29勝7敗でタイトルを獲得した。テキサス A&M 大学に入学したターナーは2009から10シーズン途中からベンチ入りし20試合に出場する。出場時間が1試合平均10分に達しない中で2.9得点、2.6リバウンドを上げた。2010年2月3日の水ズ大学戦で見せたスラムダンクは ESPN が選ぶトップ10プレート、 ビッグ12カンファレンス週間最優秀プレイに選ばれた。2010から11シーズンは1試合の先発出場を含む32試合に出場し、1試合平均13.4分出場、4.0得点、3.2リバウンドを記録した。また、チーム最高のブロックショット数と5番目のリバウンドを上げた。2011から12シーズンは16試合の 先発出場を含む32試合に、出場、1試合平均21.6分出場、9.1得点、そして、チーム最高の5.5リバウンドを記録した。また彼は、チーム最高のフィールドゴール成功率と、チーム2番目の14ブロックショットを残した。シーズン最初の2試合では、 キャリア初の20得点を挙げ、12月7日のサムヒューストン州立大学戦では15得点、10リバウンドでキャリア初のダブルダブルを記録した。2012から13シーズンは33試合に出場し、う位1試合を除いて先発出場した。23.4分の出場時間で3度のダブルダブルを記録、チーム3番目の303得点と206、 リバウンドを上げた。2013年の NBA ドラフトにて指名を受けなかったターナーは8月から9月にかけてウルグアイリーグのプレシーズンゲームに参加しクラブビグアとクラブアトレチコオリンピアの一員として出場していた。シーズンが始まるとターナーはキプロスに移りアポロンディマソール BC に加わり7試合に出場して1試合平均7.3得点。 7.0リバウンドを記録したが、給料の未払いが発生したため2013年12月にキプロスを去った。2014年2月20日、ターナーはオーストラリアの地区リーグクイーンズランド、バスケットボールリーグのロックハンプトンロケッツと契約した。ターナーは同僚のアメリカ人選手チェファーレスタップスコットと共に活躍し、ロケッツはレギュラーシーズンを14勝2敗で終え、 プレーオフ準決勝に進出した。準決勝では、イップスウィッチフォースを破り、決勝では、トッドブランチフィールド擁するマッカイメテオスと対戦し、2勝0敗でチーム初となるリーグに連覇を果たした。ターナーは2戦目で31得点15リバウンドを上げ、この試合の MVP に選出された。ターナーはロケッツで1試合平均20.5得点、12.8リバウンドを記録し、 QBL オールリーグチームに選出された。2014年11月1日、ターナーは NBA デベロップメントリーグのドラフト会議において、ロサンゼルスディーフェンダーズから3巡目指名を受けたが、シーズン開幕前の11月12日に解雇された。11月29日には、バスケットボールブンデスリーガのフェニックスハーゲンと、トライアウト契約を結んだが、試合には出場できずチームを離れた。 2015年2月、ターナーはオーストラリアに戻り、ステートバスケットボールリーグのパースレッドバックスと契約した。4月27日、ターナーはウィレットンタイガースとの試合で、オーバータイムの末58得点26リバウンドを記録した。5月15日には、コックバーン・クーガースとの試合で50得点を挙げた。レッドバックスの最終戦となった7月25日の、 サウスウエスト、スラマーズ戦では38得点20リバウンドで3度目となる週間最優秀選手賞を獲得した。ターナーはこのシーズン1試合平均でリーグ最高の31.2得点、同4位の16.1リバウンド、アシスト1.3とブロックショット1.8を記録した。ターナーはリーグ MVP を獲得したがチームは十勝十六敗の十一位で、 プレイオフ進出を逃した。2015年8月24日、ターナーはニュージーランドのウェディントン・セインツの一員として台湾で行われるウィリアム・ジョーンズ・カップとその直前の3日間のミニキャンプに参加した。8月29日のチャイニーズ・タイペイ B チーム戦では25得点、両チーム最多の16リバウンドを記録し102から85で勝利した。 セインツは8戦し3勝5敗の成績を残し、ターナーは1試合平均15.6得点、9.9リバウンドであった。ターナーとセインツは、その後フィリピンにて、MVP カップに参加し、フィリピン代表、チャイニーズ台北代表、フィリピンのプロチームと対戦した。9月16日、秋田ノーザンハッピネッツとの契約合意が発表された。 秋田では12月12日の高松ファイブアローズ戦で27得点、12リバウンドを上げこの試合の優秀選手賞を獲得、12月19日の京都ハンナリーズ戦では19得点を決め、当時西地区首位の京都を下した。2016年2月13日の群馬、クレインサンダーズ戦ではシーズン最多となる31得点18リバウンドを記録し、 4月23日の仙台十9アーズ戦でも最多タイの31得点を挙げた。レギュラーシーズン52試合中50試合に出場したターナーは1試合平均16.0得点、10.1リバウンドの記録を残したほか、2016年1月24日に行われた BJ リーグオールスターゲームのダンクコンテストにも選出された。プレーオフでは、 ファーストラウンド2戦目の福島ファイヤーボンズ戦で16得点、地区準決勝の仙台戦でも2戦目で24得点を上げ、チームのファイナルズ進出、3位入賞に貢献した。2016年8月、ターナーは、ハンガリーのトップリーグに所属する、ファルコ・ケーシー・ソンバトヘイと契約した。ターナーは11試合に、出場、1試合平均18.5分の、 出場時間で9.4得点、5.2のリバウンドを上げたが12月22日、チームはターナーとの契約を解除した。背番号35は大学のチームメイトで2010年に交通事故によってこの世を去った飛び追いデジの背番号に由来している。ありがとうございます。